ね、はい、じゃあ始めます。5時からですね、政府与野党連絡協議会の野党の側のメンバーが集まりまして、そこで政府から緊急経済対策案明日閣議決定の予定のものの説明を受け、若干こうやり取りを行ったところです。それでやり取り中心に、ご報告をしたいというふうに思いますけれども、一つはね、この緊急経済対策で金額的にはどうやって出すのかということを野党側から、質問をしまして、全体の規模感として、お示しをしますと、これぐらいの規模でと。ただこの緊急経済対策案は第一フェーズが今のその感染が広がっている下で、どういう対策を取るのかという第一フェーズと、その感染が収束をしてから V 字回復のためにっていう第二フェーズとがセットになって提案をされています。だから私の方からはその出すよというその規模というのは第1フェーズと第2フェーズを合わせたもので示すのか、それとも第1フェーズでこれぐらい V 字回復 の、ね、景気対策経済対策でこれぐらいというふうに出すのかということを正したんですけれども、ちょっと今の時点ではお答えができませんっていうことだったんです。でなぜ私がそういうことを問いかけたかというと、つまり収束までにどれぐらいの期間がかかるかもわからない、そうするとどれぐらいの規模の予算が必要になるかもわからない、その時に第2フェーズまで合わせた予算で示して、でですね、第2フェーズの方の予算これだけ取ってあるから第1フェーズが足りなくなりましたなんていうバカな話に、なったらおかしいですよねと。だから第1フェーズにしっかりとした予算措置が行えるようにっていう示し方が必要ではないでしょうかということを改めて要望しました。まだそこが決まってないということだったら、やっぱりその第2フェーズでね、これだけ確保しておかなきゃいけないみたいなことではなく、収束までの間にやっぱり事業者潰さない、その苦境に立たされている方々しっかり支えるっていう予算として示すべきだということを要望とセットで問いかけたということになります。で一番やはり質問も集中したのはその給付金のところで、中小企業に対する給付金、これ額も示されていないので、報道のような額を考えているのかっていうことを質問でも出ましたが、これはまだ書けないと、額については中小の事業者、小規模事業者等に報道では100万とか200万とかっていうふうに流れていますけども、これはまだちょっと示すことは最後ギリギリのところまでの折衝になるというお話でした。で一方でしかし個人のところの給付金、個人じゃないな、世帯に対する給付金は所得が非常に下がった、収入が下がったところ、に限定してですけれども30万というのは書き込まれているんですね。なんかこの30万っていうのはなぜ世帯っていうふうにして30万なんだっていう質問も出たんですけれども、これはいち早く支給するためには世帯対象というやり方が一番早いというのが政府の考え方だということでした。でここはちょっと私たち野党の中でも立民、国民、社民の皆さんの提案でも1人10万で、今日は私たちが提出した、要望書の中でも1人10万っていうことで求めていますので、やはり改善を求めていかなければならない箇所だよねというようなことは他の野党の皆さんともちょっと意見を交換してきたところではあります。でこの給付金が一回こっきりなのか、それともこうね、複数回やっぱり必要だという認識なのかということも問いかけましたが、今の時点では予算に盛り込むものは1回分だと、でそれでいいのかというふうに問いかけますと、さまざまなこの文章で表現したところを読んでほしいと、
その文書の中で表現したところでは、例えば必要に応じて時期を逸することなく臨機応変かつ果断に対応するというのが前文のところに出てきたりしますのでね、こういうことのところに給付金をどうするかっていうことも盛り込まれているんだというふうにご理解をいただきたいし、この給付金という制度もやはり現場の皆さんの苦境に立たされているその現状や連絡協議会の中で示された実態も踏まえて の提案ではあるので、そういうことにお答えできるようなものにしていきたいということはお話がありました。それから PCR 検査については必要な検査が確実に受けられる体制を確保するっていう表現があるんですね。でここでその必要なというのがまず何を指すのかと、個々人が私はやっぱりこういう症状があって受けたいんだというのが必要に入るのかどうかっていうことでの質問が出されたんですけれども、これについてはやはり医師が必要と判断したときと、で私の方からはこの間ずっとその仕組みの問題をずっと相談センターを介さずともっていうことを求めてきたこともありましたので、その受けられる確実に受けられる体制というのは何を指しているんだというふうにお聞きをしましたら、かかりつけ医やその一般の病院から、帰国者接触者外来のお医者さんに直接相談をして、で検査ができるようにしていきたいと、まあ、こちらがだから求めていた相談センターを介さずにという検査にやっぱ踏み切るという説明は明確にあったところです。まあ、ここは私たちの要求が通ったのかなというふうに思いますし、まあ、これで帰国者接触者外来がパンクしないようにですね、今後検査ができる病院をどうするのかということも今度求められてくるんじゃないのかというふうには思うところです。それからもう一つやり取りが結構あったのはマスクのところでして、新たにちょっと私も新たに聞いた数字としてはですね、医療用で平常時月どれぐらい必要とするかっていうことについて9000万枚だっていうことを新たに掴んだということでの報告がありました。質問に対するやり取りの中で9000万枚ということでした。でそれはじゃあ今政府が3月で抑えた1500万枚、4月にまた抑える1500万枚全く足りないですよねっていうことをお話ししたんですけれども、まあ、これは増産した分からどれだけ抑えられるかっていうことでやはり1500万枚なんだと。でこれは今後も定期的に抑えて配っていくのかっていうことについてもなかなか明確なお答えがなかったところなので、やはりその平時で9000万枚ってことは今医療機関はおそらくもっとサージカルマスクを必要としているのは間違いがないのでね、これは政府が抑える1500万枚というのは全く足りないということも新たに明らかになったというふうに思います。ここも今後どうするのかということは求めていきたいと思います。それで今後だから連絡協議会としてどうするかはまた野党の方でですね、この、経済対策案に基づいて補正が組まれていくということにもなっていくので、やはりその補正でより具体的に組まれる中でより私たちの要望がやっぱ入るような中身にしていくことが必要ですので、しかるべき形でそういう要望折衝ができるような場として連絡協議会続けていくことは必要だろうというところで野党の中で意見を交換して今終えたところです。はい、ご質問がありましたら。よろしいでしょうかね。すみません、はい、まあ、現時点のところで結構なんですけども、先ほどの PCR 検査については、まあ、野党の要求がある程度通った、少し通ったのかなというお話だったんですけど、他の説明も含めて、まあ、そのこれまでの野党、まあ、野党の要求がどれくらい通っているかというところについては、どういうふうに見られて
そういう質問もあったんですよ。この中で野党の要望に応えたっていうのはどこなんだっていうのは、それはここだっていうにはなかなか国会答弁がどうなるのかは分からないですけれどもというふうに政府側からは話があったんですけれども、全体として皆さんから聞いた窮状に困窮大変な実態に応える中身にしたんだというちょっと曖昧な中身ではあるんですけれども、ただその補償ということはできないと言いながら、かなり中身としては給付金の規模も大きなものを特に事業者に対しては考えているようですから、最初はね、税金などでなかなか給付っていうことを非常に渋るっていう状況からは踏み込んでいるので、これは連絡協議会の中でね、私たちも伝えた中身というのは生きているだろうし、もうちょっとこう補正の時には先ほど言った通りもっとね答える中身にしてやっぱりいかなきゃいけないというふうに考えてます。もちろん1人10万円について、今日もお話になっているんですけども、はい、それに対して政府側はどういうことですか。そこね、今日質疑の場というのもちょっと違ったので、政府側のものについて質問ということでしたから、こちらの提案についてどうかってやり取りは やってないんですよ。はい。はい。産経新聞の柴田と申します。はい、先ほどですね、総理がちょうどブラをされて、今度の経済対策について108兆円規模で行うと、中小小規模企業に対して6兆円の給付ですとか、行うということを発表したということなんですけれども、もちろんまだ詳細、報道だけなので分からないですけれども、この108兆円というその規模感についてご紹介あればお伝えします。それが第2フェーズも含むものであるとすると、その第1フェーズでどれぐらいで、第2フェーズでどれぐらいの規模なのかっていうことがちょっと問われてきちゃうなというふうに思います。第2フェーズの方もかなりの、この枚数から言ってもかなりの枚数なんですよね、分量なんですよ。ですから私は収束に向けてっていうところでね、それぐらいの規模を組んだとすればかなり思い切った予算にもなるのかなと個人的には思うところですが、そこですね、第2フェーズでどれぐらい見てるのかなっていうのはちょっとよく見極めたいなと思います。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。